忍者チョークの実演忍者チョークは格闘技における締め技の一つ。変形ベーシックギロチンである。寝技の場合、ラバーガードの体勢から極めかけることが多い。勝村修一郎が得意技としている。片方の腕は相手の頭もしくは首を抱えて肘裏が相手の喉あたりに来るように深く入れる。一旦相手の後頭部を手のひらで押さえてもよい。 もう一方の腕の前腕で相手の背中を押さえ、前腕を相手のうなじあたりまでスライドさせ、頭もしくは首を抱えた腕の手のひらを自らのもう一方の腕の肘あたりを押さえる。そして両腕をフィギュア4で組んで頭もしくは首を抱えた腕で相手の頸部を締める。または片方の腕輪は秋に相手の頭もしくは首を抱えて手から前腕を 相手の背中に引っ掛ける。もう片方の腕は反対側の腕の前腕を掴んでフィギュア4に組む。そして掴んだ肩の腕の肘を相手の喉付近に置き前腕と上腕で相手の頸部を締める。寝技の場合まずガードポジションの体勢から左足を相手の右駅下を通して相手の右肩を左足で押さえてラバーガードの体勢に持ち込む。次に 相手の動きを封じた状態から、右手で相手の右側で相手を押さえている自らの左すねを逆手で掴む。隙を見て、右肘裏を相手の喉付近に置き、腰を切りながら起き上がるように、左上腕部で相手の後頭部を押さえ、右手で左肘付近を掴んで、両腕をフィギュア4でしっかり組んで締める。ありがとうございます。